厚い誠の町ってなってるの？厚真町でしょ。厚真町、うん、姿勢の差と、うん、横綱、うんうん、でもずっと休んでたんですよね、怪我で、はい、どっちかっていうとまだ調子が上がってこないうちの稽古だったと思うので、はい、もうかなり攻め込まれる内容のところもあったでしょ、はい、検証が3周目、今日は40本この結びにかけられています。その場所前、千代田と豊山は巡業でも稽古をしました。高山としては初めての稀勢の里への挑戦です。今日は西の花道、大阪アナウンサーです。大阪さん、はい、豊山としては初めての挑戦どうですかね。はい、結びということで、嬉しいという話をしてましたね。中国の横綱との対戦、巡業では一方的に持っていた。相撲 is a national sport in Japan。 今日は左を刺された、久しぶりに来た、出てきた、持っていきたいという、それに出てくれなかったら引退だったのに、この人横綱になった途端に休場しちゃったからね。稀勢の里、高山としては初めての稀勢の里戦、稀勢の里としてはやはりその初日のように左へをしっかりとさせるかというところに、うん、そうですね、まあ、今日豊山の攻めたいのはね、はい、右をこう使わせない、左半身のような状態にさせたいということ、はい、まさにそれは狙い通りだと思いますけどね、うん、そこができるかどうかね、背の里の左を封じられるか、そうですね。さあ、結び制限時間いっぱい、うん、横綱として全てをかけて臨んでいるこの秋場所、序盤このままいい流れを作っていけるか、高山は横綱来ても初めて挑みます。面白いんだけど、立ち合いです。ヒットありません。判例が取れます。豊山が立てません。さあ、制限時間いっぱいから今場所初めて待ったら待って。どうか、2度目突き放す豊山、下から跳ね上げる稀勢の里、ああどうだ、突き合いだ、稀勢の里どうだ、どうだ、どうだ、最後、まだ、まだ、稀勢の里、頑張れ、正体が高くなってきた稀勢の里、稀勢の里、まだまだな、こらえて、どうだ、カロチで勝った、逆転、稀勢の里の勝ち、ギリギリで勝った、ね、最後に足が後だった、我慢しました、稀勢の里、最後の、物言いついた、ギリギリで最後に足がどっちが速いか、ビデオ、いや、この場合ビデオになった、これ審判員の人がいてさ、今話し合いしてるんです。ああ、 Who won? 現在在タオル、まだ足はどっちが先に速く落ちたかってことさ、ちゃん、あ、やっぱり下の方というね、レガちゃん、ニヤカレガちゃん、ナイドピザワッツァおいでる、ああ、肘の方が先だな、相撲内容ね、勝負を運としてもね、はい、豊山もよく今攻めましたよ、左四つになってからね、もう諦めたのかなと思ってても、またそこから押し
押しに込みましたからね。はい、さあ、関連に戻ってます。知らなかった勝ち。うん。我慢して3連勝。ああ、よかったね。勝ったおかけが明けますと、序盤3つ白星をまず、苦労して積み重ねました。館内この拍手。Is it money? I don't know. It's not money. Because this is not the last game. This is the something. We can't. San.